あでも、今だからいろいろ話していいうわ、いい質問してくれた。あの、ウィナーズとさ、やった時にさ、まあ、負けちゃったんだけど、あの時に使わなかった作戦があるのよ、リールズリーグで勝とうと思って。他の配信とかで、あ、そうか、多分辞やめたから、もうアップされなくなっしれない。チャンネルの方にさ、イチャンネルのイさんに呼んでいただいて、スナックアイに出たじゃん。で、あれで、ウィナーズ分析してるんですよ、僕。 リベンジャーズの監督目線でみたいな。で、その時にした話と、まあ、重なる部分あるんだけど、まあ前置きはいっかあの。どういうことしようかと思ったかっていうと、あのリーズリーグって交代自由なんですよ。何人出して何人引っ込めたっていいんですよ。で、まあ、もしかしたら今ルール変わってるかもしれない。最初はそういうやつだったから。で、あの時使ったらまずいからやんなかったんだけど、俺、あのやろうと思ったのが、前線の4人は10分ごとに交代しようと思ったの。 4-2-2-2のコアブレイクって、2トリガーと2インガー。トップとさ、2枚。2> 下の二枚。ここが、リ、まあ、ベンジャーズは青だとして、すげえ疲れるんですよ、ここが。これなんでかっていうと、まあ、知ってる人もいるだろうけど、ちょっと聞いてね。一応、正直てこうセンターバックを押さえて、キーパーからこっち出て、ずれて、ずれて、ずれてっ,つって、どんどんはめていくみたいな。南葛戦これ前半はまったじゃん。でも、後半、運動量落ちてとかあるじゃん。 で、それが、時間経ってくると、当然強度落ちるのはわかるんだけど、あの時点でやったら、選手たちをまあ甘やかすことになる。だから、選手たちにも言わなかったの。レンとかにも言わない、もう、バレちゃうから。あ,あ、レオさん結構、運動量なくてもいい戦術してくれるんだ、みたいな思っちゃうから。だから、選手たちには、40分走りきれる体力つけろって言ってたんだけど、ウィナースとか相手が強い時に用意してた作戦としては、もう4-2-2-2で、これのコアブレイクずっとやるでしょ。 で、10分で変えて、10分でここの4枚、4222の前4枚を変えると、ここの運動量ずっと持つから。フォークウォーターで考えて、また最初の10分出た人が、後半の10分で、最初の10分出てきてこあ、前半の最後の10分出た人が最後出てきてってやると、この運動量がずっと落ちないから。で、これを、あのウィナーズ戦でやることもできたんだけど、あそこでやって勝ったとしても、それでルール変えられちゃったりとか、あの、ずるいとかなると、もう使えなくなっちゃうし、このぐらいやんないと、 あの勝てなない大変な相手だなって思ってたのだっててただ俺らがいくらプレスとかはめてもさこの一発で高く抜け出すとかあるでしょ。だからこれでもうあのずっと息つかせないプレスしてみたいな。であのリールズリーグが始まる時にはまあ空中戦強いセンター枠取ってリュウ君中盤にしたりとかさそういう風にもしかしたらボランチのところも亜タイガとルチョリュウでこう回したりとかして全体の運動量を絶対落とさないでそう40分ずっと守備し続けるみたいなさっていうのができたかもしんないから。 そうもしかしたらサイドバック入るとかあるかもしれない。まあそういうので、ちょっと普通のサッカーではできない戦術だけど、まあウィナーズに対して5、3、2で守り固めるっていうより、4、2、2、2で息つかせないで圧倒してね、いくみたいな。だからそれを選手にもう当日にこれでいくからっつって。そう。だから今まで40分走るため鍛えた体力を10分2回で出し切ってくれっていうのをやろうと思ってたよ。したらできなくなっちゃったから、まあ今言うんだけど。<laughs> これ結構見たかったでしょ ?10 分で連続してもずっとプレスかけてるみたいなさ。これがね、そうで、これは、あ、そうだ、i チャンネルではここまでは教えてないのこ。ただ、まあ、あの、リーズリーグでまたウィナーズと会ったときは、これ、あの、やろうと思ってる作戦あるんで、でもそれはまだ選手にも言えないんでって言ってたのは、あるふりしとくのあれだし、そう、まあもうや、ね、できないから、まあ今言っちゃうとこれっすね。うん え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。バ、はい、バイバイ